てか、チルといえば、初めて、なぎなぎくんと、コラボをなさったときに、C 社バーに行きて、みたいな。C 社に連れてけ、お前、みたいな話をしたと思うんだけど。じゃあ先日行ってきたんですよね。The other day。ニンノコチンに、限らず、だけではなく、ニコチン入ってるやつも、ちょっと吸った。あの、お酒を初めて飲んだ時もそうだったけどさ、ああいう、本来体に入ってくるものではないものをさ、初めて体に入れた時って、うわっ！これ！これ体に入ってないやつ！入ってきた！うおぉ！やめろ！俺の中に入ってくるな！っていう感覚が、全身を襲うよね。まあそれも最初の一吸いだけでそっからもうほぼ慣れたんだけど、でもあれってさ、まあ水&蒸気だからさ、まあ、想像以上に吸いやすいんだよね。あの配信でも、なぎらがおすすめしてたけど、まあ最初は、ノンニコチンで、まあフルーツっぽくて味わいやすい、パイナポーにしようか、つって。お、ペンペンナッポー、ペンパイナッポー、アッポーパイナッポー、ペンペンのことかなって思って。でもちゃんとパイナップルの味がして美味しかったよ。あ、知らないみんな、あの、有名な、小坂大、あ、違う違う、あの、ピコ太郎さんの、ペンペンナッポーペンパイナッポーアッポーパイナッポーペンペン。知らないか。一世を風靡したのにな。え、多い？多いか。多いっけ？あ？ペンペンナッポーペンパイナッポーアッポーパイナッポーペンペンでしょ？え？おかしいな。合ってるはずなんだけどな。俺の記憶が間違ってたのかな。いやー、小さい頃俺もよくやってたよ。ペンペンナッポーペンパイナッポーアッポーパイナッポーペンペン。ちなみに C 社はね、その日は C 社で用を明かしたんだよね。もうチルチル飲みの能力者だったからさ、その日は。で、そこでお酒10杯ぐらい飲んだっていう。まあその後も何回かなんか、いっぱい飲んだんだけど、結局ね。なぎちゃんがバテたやつ、あ、なぎちゃんが吐き散らかしたやつはそれじゃないよ。なぎちゃん吐いたんよね。飲みに行った時に酒飲みすぎてちょっとペース間違えたとか言っておろろろろろっつって入っててちゃんなぎ吐き散らかしとったわ。俺は悪い酔いしないね、あんまり。なんかかっこいい話題にしたけどかっこいい話題がないんだって式なぎあきらはいいだろ、やつのラジオ結構いい、ね、好きなんだよねっていう話したから。あるかなあるかなって探すんだけどさ、思いのほかなくてびっくりするんだよね。そういえばキャツがあのとつまちの時に新しいコートを買ったんですよねみたいな話をしてたでしょ。その飲みに行った時もそのコートを着てたんだけどさ、いや結構ちゃんとおしゃれで、あいいねって言って、おしゃれになったねって言って、そのコートで履き寄るからさ、おーやめろやめろやめろ、コートが汚れるって思って、せっかく新しいいいコートなのに汚れちゃうよコート、え見せてごらんちょっと正面って、あー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 って、あーでもよかった汚れてないわっつって、一滴ぐらい飛んでやめろ、そのそんなに名称詳細を述べなくていいんだけどさ、よかったわ一滴で。まあね、これはなぎちゃんがもう情けなさすぎるからさすがにネタにしてくれと言われたからネタにしてるんだが俺より一年酒先輩のはずなのに俺に解放されるっていう。その後ね、情けねえ情けねえって言いながら俺の肩を持って歩いてました吐くなやつって、吐くと寒くなるんですよね人って。でブルブルなぎちゃんが震え始めて、スープ飲みてえとか言い始めたから、仕方ねえ買ってやるよっつって、スープを買ってくるまでがセットだね。ちょっとここで待ってなさいっつって、その先に見えたコンビニで、スープを買ってきてあげました。で、落ち着いてからまた飲むと。で、その後ね、あの、セラを知ってたか、スープってうめえんだ。当たりめえだろっつって。うめえからスープやってんだよ。スープもうまくなかったらスープとして体裁保っててねえよ。まったく。まあやらかしなぎらでしたね。やつは一生格好がつかないんですよね。どんなに頑張っても。
なんでだろうね。黙ってればかっこいいのにね。黙ってたらかっこいいのにな。そうだよ、声も見た目もかっこいいのに。喋るから。まあ仕方ないか。初めて、やつと会った時も、そんな感じだったからな。こいつ喋るとうさんくさいなと思った記憶が。俺はこいつと、ちゃんとやっていけるのだろうかと、不安になった記憶があります。っていうか、その時俺、あれだったしな。基本的に人間そのものを信用してなかったから。まあそこからしたら今はすごいですよ。でも俺まで酒弱かったらどうするつもりだったんだろうな。死んだんかな俺ら。